はい、皆さんこんにちは。今日はですね、松本市のね、松本駅から松本城の間にある、道路ら辺をですね、全部歩行者天国にしちゃいまして、そこで昨日からやっているアメイチっていうのをやってるんですよね。まあ、アメイチって飴を売ったのが始まりなのかな、まあ、よくわかんないですけど、そこに行くと、いろいろなね、催し物とか踊りとか、いろいろだるまとか、まあ売ってますんで、そういうものはまあ買うか買わないか分かりませんけれども、そこのね、一角のところに旧車をね50台並べてあるっていうことなので、ちょっとそれをね見に行きたいと思いますね。このね、助手席にいるこの方はですね、ちょっとハロウィン用に買ってみたんですけれども、圧倒的にハロウィンに間に合わなくて、全然来ねえなって思って、忘れてる頃に全然来ねえなと思って、ちょっと見てみたら、日本には来てたみたいなんですけど、どっかなんか日本の京都だかどっかでずっと泊まってたみたいで、買ったお店に全然来ないんですけどって3回くらい送っても全然無視されてたんですけど、そしたらある日届きましたね。届いたのは12月です。12月に届いたんで、これの出所がなくて、出所っていうか出し所がなくて、今日はこれをかぶっていきたいかなと思ってるんですけども、エンジンないじゃん。Thank you.
ダンボール外しやすいんじゃったこれ。いや寒いから
あ、これ始まりました、始まりました、始まりましたよ、始まりましたよ。聞こえない、聞こえない、全く聞こえない。こもってんだね。まあ、あの後で声を合わせてください。パブリカ、パブリカ、あ、なんかこれオーナーズクラブ1961年から、1961年から。パブリカ、パブリカ、あ、トヨタ、トヨタパブリカなんてあるんですね。ああ、ちょっとあの知ってる人だと思って話しかけたら人が変わってたらびっくりしちゃったんですけど。
これを買い物バッグみたいな感じにしました。これ